古城。継承は、殿下。1921年8月18日午前2時35分、利用制詩銀と、非、政子女王の第一子として誕生する。誕生にあたり、皇族同様の礼を受けることと、継承に殿下を用いることが定められた。これは、王公家規範が、まだ制定されておらず、王公族の子の身分が定められていなかったことによる。 朝鮮の王族と日本の皇族の間に生まれたため、日鮮融合の象徴として注目された。同月24日に、進むと命名された。誕生して間もなくは、馬が置かれたが、やがて母、政子城自ら母乳を与えるようになった。1922年4月23日、李王生子夫妻は、生後8ヶ月の進むを連れて、東京を立ち、朝鮮を訪問する。これは、 進むと、リオとの対面などが目的だった。1922年4月26日午前8時45分、3人は、不残港へ到着。当時映像が趣味であったリギンは、16ミリ撮影機で、自らが撮影した里帰りの一部始終が、残されていた。政子妃は、生後8ヶ月の乳児を連れての長旅が不安では、あったが、無事2週間にわたる、 夫の祖国での行事が終わろうとしていた。日本への帰国前日である5月8日の夜、別里の晩餐会が人生殿で開かれた。晩餐会を終えた二人は、大関門を通過して、石像殿に到着する。まだ車が停車しきらないうちに、桜井御用取扱いが、ほとんど半狂乱のようになって、若宮様の御用隊が、と進むの急病を報告した。二人が、 晩餐会へ出発する直前まで機嫌よく、ニコニコとしていたはずの赤ん坊の進むが、苦しげな息遣いで青緑色の液を吐き続けていた。随行の小山義次、総督府から志賀清委員長、小児会館課長も呼び寄せて、応急処置が取られたが、夜が明けても、茶褐色の固形物を吐き、容体はどんどん悪化していった。さらに東京からも、 定大の三輪博士にも急遽治療を依頼したが間に合わず、5月11日15時12分に進むは公表した。進むの死は急性消化不良と公表された。しかし、帰国中止の第一報で、すでに陰謀説が報道された。さらに、死去直後にも、現地では、報道する自由を持たない内容の流言飛語が飛び交っていると報じられた。子がをんだことにより、 李王朝の純潔に日本人の血が入ることを拒む毒殺なのではないかと囁かれた。我がこの死での旅となってしまった政子妃、マサコは自分が死んだ方がどんなに良いだろうと冷たくなった、進むの泣き殻を抱きしめ、対面も身分も忘れて泣くばかりであった。その後、マサコ女王は銀に慰められながらぼんやりとした日々を過ごしていたが、 末長く駒の戸に沈まりて、人と国とを守れ幼さなごと赤を読み、夫のためにも立ち直ろうと努力した。同月十七日、母である、政子妃は三列を許されないまま、朝鮮式での葬儀が、慶城で取り行われ、軽喜道商用軍清涼大里に埋葬された。現在のソウル特別市東大門区にあたり、進むの祖母純根後期妃が埋葬された、英検とは、地続きの、 高人縁である。夫妻は同月20日に東京に戻った。守り刀や玩具などの遺品は日本へ持ち帰られ、同年8月に東京府内の利用制止定に新紙が作られた。ありがとうございます。